皆様、ときめいてますか？占い師の青野真子です。今日は2024年、幸せに過ごしたい方必見、幸せを呼ぶアイテム3つお伝えしたいと思います。私が過ごした愛知、名古屋では新年になるとね、新しいものを買う文化があるの。なんかね、ないとこもあるんですって。で、おうちおうちによっていろいろなんですよ。もう身につけるもの全部ね、もう全部って全部買う人もいるの。そんな中で、今年ね、2024年にいいものをあなたのために選んでみました。仕事と健康と恋愛で選んでみたので聞いてください。仕事はね、何を新しくするといいかっていうと、2024年、ハンカチ。どうしてもハンカチっていっぱいあるでしょ、家の中に。でも仕事で外に出ていくってことは、だってずっと家の中でいる子もいるけど、まあ出てくじゃない、ちょっとハンカチ使えるじゃん。だからハンカチ新しくして。で、2024は黄緑だから、私のラッキーカラーは。だから2024、黄緑のハンカチ。まぁ、ちょっと黄緑色が、なんか黄緑のハンカチないかもしれんから、一部でもね、はい、なんか黄緑色が入ってるようなものを選んでほしいです。で、どうしてもたくさんあってさ、なんか肌触りが悪いものとかさ、ガオガオしたものも取ってあるんでしょ？私も取ってあったから、これやるから、出た。うん。新年ね、ハンカチ捨てて、そんで新しいハンカチを買ってください。すると、上向きますよ。次、健康運。健康運をあげたいあなたは何を買ってないんだ？じゃ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 ーん。ここでいつもだったら、ちょっとなんかね、肩が小さくとか言うのが私なんですが、ちょっとこれ違います。2024開運。肌触りがいいものを買ってください。大事にしよう、自分の体。ここ健康がありますからね。うん。あなたにとって素晴らしい2024年にするために、肌触りのいい薬を買っていただきたい。そして、捨てる。捨てるものは捨てる。で、今度3つ目。恋愛運をあげるには、エプロン。エプロンってご飯作るときに食べる、ご飯作るときにさ、するじゃん。で、自分の口に貼るもの作るじゃん。だから、自分を大事にするって言って、恋愛をあげるのに自分大事にするのが大事だな。なので、エプロンをね、買って。で、これも黄緑って言うけど、この黄緑のエプロンないだろうか。ちょっとどっかに黄緑入ってるといいなと思ってます。うん。エプロン。で、エプロン買って、恋愛をあげよう。2024年、運気をアップするために意識するテーマは、とんがり、スペシャリスト、人に丁寧に接する、調和みたいな言葉が並びますが、そして、あとちょっとね、予定をね、なんでもちょっとギュンギュンに詰めないことなんですよ。ちょっと動けるようにしておくことなので、ちょっと今日言ったね、3つのものをね、1個でも取り入れていただいて、過ごしていただきたいなって思います。で、ちょっとここで、新しいものを買う文化って、基本男性だと思ってるんですね、私。なんか、どうしてもね、捨てるのは私たち女子は。もったいないね。うん、私も含めて。やっぱりね、側がのハンカチのさにまだ使えるって得でしょ。だからやっぱりちょっとそういうので新年にあたって断捨離の文化だとも思ってます。なので買ったら捨てる、ここも大事にしてください。あなたの運気の流れが分かるとさ、ここにいいじゃないですか。もっとよりこう積極的に運気に乗れるじゃないですか、ね、一般的な話だよね、この開運の参戦って。であなた個人はまた別だから、ぜひぜひ参戦してください。この動画が面白かった方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。そして今後も有益な情報を流していくので、画面右上のボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。占い師の青野真子でした。